大会、この大会に会長を務めまして、大会を見てみます。が、今回の来、決勝戦、これは夏の甲子園大会、西東京大会、準決勝になります。西東京大会準決勝で、この甲子園にやってきます。 非常にホームランが出て、第三角側の方に出て盛り上がっているところです。抜けた、抜けた、抜けた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 。抜けた、抜けた、
今回ホームランと犠牲フライで1点を追加しまして、2点を追加して4対4と追加しました。これが最高です。一塁側スタンド大いに盛り上がっています。
神宮球場、夏の甲子園大会、2東京大会準決勝です。毎回ご案内してますが、僕は日本青年館この私は体験セミナーというのにずっと参加してます。10月に研修があります。体験自体参考4回もあれば100点だ。2番バッターです。力でねじ伏せという感じの2対3号の攻撃です。なんとホームランが2本も出ました。第3校です。神宮球場です。明日の校西東京、西東京大会準決勝。さあ、2点をリードしたところで一旦ここでカメラを置きたいと思います。吉田智、剣道がチャンネルの吉田智でした。神宮球場からスタートしてます。